はい、どうもマツケンです。今日はですね、天気がいいので結構人が来てるんじゃないかなと思ってるんですけど、すでにこの駐車場の数見てください。今日はちょっと結構人多いです。楽しみですね。いやー、しかし今日は1月の3日なんですけどね、上のコートを脱いできました。暖かいです。トップリーグは来週の1月の12日に始まる前の練習試合なんです。入場料無料です。ちなみに今年の2020年1月12日にトップリーグが開幕する NTT コミュニケーションズ対日野の開幕戦、チケット抽選当たりました。2枚当たりました。多分グラウンドに行ったらものすごい人になっていると思いますね。この去年の2019年ラグビーワールドカップの影響はかなりこういうところでも出てきているので、とっても楽しみなんですけども、座る席が多分あまり場所取れないんじゃないかと思いますけど、まあ、とにかく行ってみます。 NTT コミュニケーションズ対リポートの練習試合が始まります。 NTT は2019トップリーグカップグループ B2 位、リコーはグループ D4 位の成績でしたが、今年2020年のトップリーグはお互い順位が楽しみになります。試合結果は練習試合とはいえ選手は皆真剣でした。結果は47対31で NTT の勝ちとなりました。トップリーグ開幕は2020年1月12日秩父宮の試合で開催します。とても楽しみです。まだチャンネル登録してない方は登録、そしていいねよろしくお願いいたします。